いどうもこんにちは、岩下スティーブンです。いや個人的にはね、待ってましたっていう感じの情報が公開されたんで、早速見ていきましょう。 SH フィギュアーズデザイアグランプリエントリーレイズセット、ちょっと前にシルエットだけで匂わせがあったんだけど、ちゃんと出てくれるんですね。いろんなエントリーフォームになる。これボディは入ってんのかな。あ、入ってねっぽいな。別売りのボディと組み合わせて、白、ダパーン、銀ペン、ケイロー、メイン、ナディスパロー、グルービーが再現できる。さらにレイジングフォーム用パーツも付属。エントリーレイズセット、この横にずらっと並んでる感じがまた結構ツボなんですよね。で、詳細の方が、あ、これが内容物かな？仮面ライダーギーツより、デザイアグランプリに参戦する仮面ライダーのエントリーレイズフォームを再現できるパーツセット。頭部とデザイアドライバーの真ん中部分、それぞれのコア ID が再現できるパーツだったり、レイジングフォーム、タイクーン、ギーツ、バッファ3人分入ってる。さらにコマンツインバッコーも入っている。加えてはレイジングソードまで。これはもう準備万端ですよって言ってるようなもんだわ。2、4、5、6、7、8、9、10体分だ。ポーズ例の方も個性が出ていていいね。別売りのこれなんだ、なんかもう一個出るんだよね。そっちはまた後で見るけど。別売りの GM ライダーセットと、仮面ライダーギーツエントリーレイズフォームと換装することで、まあ、それぞれが再現できる。ギーツのエントリーだけじゃダメってこと？またボーナスパーツとして、ギーツ、タイクーン、バッファのレイジングフォームを再現できるパーツ一式が付属。で、こちらもチェックってことで GM ライダーセット。で、入ってるものに関しては、頭部パーツが7種類、バックルパーツが7種類、ベルトパーツとボーナスパーツとしてレイジングの頭部とバックルとソード。あくまでボーナスパーツっていう扱いか。注意しなきゃいけないのは、このセットを買っただけでは完全に再現はできない。ボディに関しては別で買う必要があります。頭だけじゃなくて、ちゃんと下顎がついてるってのがいいね。白ちゃんと頭でっかいね。で、メリーの方はモコモコで、ナッジスパローはそれっぽい立ち方。ダパーンはちょっと悪そうなヤンキー座り。あーでもこれあれか。顎変えたとしても副眼が変わんないのか。上半身変えると副眼の方も変えなきゃいけないから。今んところ再現できるとしたら、上半身がエントリーで、下半身が何かしらのバックル。とは言っても、今んところできる下半身って言ったらブーストと、マグナムくらいですね。副眼が交換できるような機構があったら嬉しいけどね。あとはもうほんと最初の方に出ていた銀ペンだったり、映画でも大活躍のケイロじいちゃん。で、あとこれ意外だったね、グルービー。邪魔神のバッファーにやられちゃったっていう人だから、ラインナップされるのは結構意外だね。まあでもここでもなんとなく後々の可能性を感じる部分はあるけど、今回のライダーまるっきり男性ライダーじゃないですか。そもそも今出ているナーゴーが完全に女性素体っていうことで、体格だったりが違って男性素体とは互換性がないんで、そういうことでロポとかハクビとかレターとか、そこら辺の女性ライダーが入っていないんでしょうけど、逆に考えれば今後可能性ありそうだよね。ナーゴのエントリーフォームの再現も含めたセットが出てくるんじゃないかなと、まあ想像妄想予想しています。グルービーまでラインナップされてんの、あのロポを作るついで、まあついでって言ったらあれだけど、顔の系統が似てるロポを作るついでに出来上がったみたいな、そういう経緯があってできたんじゃないかなという勝手な妄想。僕は女性ライダーエントリーの方も後々来ると思いますね。で、ちなみにこちらお値段の方が、7150円。なるほどね。顔が10個その他もろもろ入っていて7000円か。サイズだったり塗装が違うから、物によってコストも全然変わってくるとは思うけど、一つの頭につき、まあ600円とか650円とか、なんとなくの数字だけど、個人的には納得の値段かな。予約開始が10月6日の16時からで、お届けが来年の4月。ただこれガチの人はエントリーフォームめっちゃ買うんだろうな。大変だぞ。あれ1個いくらだっけ、5000円ぐらいしたっけな。で、書き方的にはなんか別売りの GM ライダーセットって書いてあるんですけど、 SH フィギュアーズ GM ライダーセット、頭にグレアのヒュプノレイが付けられてる状態。これはどういうことなんだろう。GM ライダーセット、仮面ライダーグレアに洗脳された仮面ライダーチュータと仮面ライダーゲッシーを再現可能。 ID はあるけど顔のデザインが分かんない人ね。また別売りのとか、まあ、さっきのデザイアグランプリエントリーレイズセットと換装することで、各仮面ライダーのエントリーレイズフォームも再現可能。なるほどね。別にギーツのエントリーレイズとこの GM セット、2つが必要っていうんじゃなくて、どっちかあれば再現可能っていうことだ。そういうことですな。すごい内容シンプル。内容物的にも本体と交換用の手首が左右2種類、交換用のバックルパーツ、
エントリーの素体としてもどうぞっていうやつだ。商品画像、ファイティングポーズと、棒立ちだったり、斜めから見た姿と、まあ、ちょっとファイティングポーズっぽいの。まあ、簡単にポーズを決めていて、ああ、そっか、これもできるんだね。で、お値段の方が5500円。送料込みにはなるけど、技術のエントリーとはそんなに変わんないかな。予約開始は同じく10月6日の16時からで、お届けが来年の4月。今の時点では確認できないけど、購入数いくつぐらいなんだろうな。エントリーレイズセットだけで、10体分再現できて、プラスこの GM ライダー、仮面ライダーゲッシーとチュータっていうことにするとしたら、まあ2体分だから、マジのマジのガチの人だったら、まあ12体買えば再現はできるのかな。いや、僕にはとてもできねえな。それは世の中広いから、そういう再現をする人もいるんでしょうね。ちなみに GM ライダーの GM ってなんだ。 G はグレアの G かな。グレア M ってなんだ。グレアモード、グレアメンバー、グレアメイト、わかんねえな。M なんだろうな。あー、G、あ、ゲームマスターってことかな。僕はそう解釈しました。公式 LINE もよろしくね。はい、というわけで今回は SH フィギュアーズデザイアグランプリエントリーレイズセットと GM ライダーセットの詳細を確認してきました。ボディはつけずに頭部とベルトとバックルの真ん中と、まあ武器もついてるけど、パーツセットの販売とパーツセットの素体としても活用できる GM ライダーセット、これかすでに一般販売されてる技術のエントリーレイズフォームを使ってもいいということで、技術の方たまにお店とかでも見かけたりするけど、一般販売の方が取り合いになるっていうこともなさそうであるかな。全員をずらっと並べようと思ったら、まあなかなかお金がかかっちゃうから、僕はまあエントリーと GM1 個ずつでいいかな。今のところエントリー用の複眼しか入っていないっていうところでね、他のフォームとの感想がなかなかできなさそうであるけど、複眼が交換できる仕様だったら、まあなんか今後もこんな感じでね、複眼セットとか出てきてもおかしくないと思います。あ、複眼関係に関してはこれもまたあの予想なんだけど、今のところフィギュアーツではアームド系のものが何も出ていないんで、アームド系の装備と各複眼のセットとか、あとタイクーンとかバッファー用の足りていないアゴパーツとか、そこら辺で保管されるんじゃないかな、というか保管されたらいいなという予想です。今回男性陣が出てきたから、後々女性ライダーたちも出てくるんじゃないかなっていう感じもするし、あとこれね、レイジングフォームが再現できるっていうことなんで、これはもうコマンドフォーム出てもおかしくないよねっていう状況だと思うんで、僕は勝手にコマンドフォームの方も来ると思っています。ギーツアーツはラインナップの幅が広いんで今後も楽しみですね。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。